ライト楽しい？ジャングルバス乗る？何見に行く？ライオン。何が出てくるか分かんない。分かんないね。楽しみね。もう多分ね。うん、お餌もくれるんだよ。ライオンはね。うん、じゃあこれ。お腹いっぱい。パパ持ってて。あげるとき2個あるからそっちに。なんだこれ。ダメ、それあげるとき餌。Dikasih apa? Gunting. Jadi guntingnya dimasukin ke sini. Ini ininya. Gua kujem bu ya do? Sana. で、ハセミは、ハセミは、ママ、これ見たらめっちゃお腹すくんだけど。お腹すくの？僕が。お腹すく、これ見たら。どう？楽しみ？ライト、うん。ジャングルバス。これ全部ライオンの餌なのかな？いろいろね。これ全部ライオンの餌か？ハサミは何のために使うんだろう。ハサミは何のために使うんだ。ハサミ、あ、くれる、あげる、あげるときに。まあ、手でやる、うん、食べちゃうよ。やばい。いや、そんなわけないでしょ。ここ通る。ちょっと待って、もうちょっとあっち行って。まだね、何人かくれはずなんですけど、教えて。見ちゃったことで始めますね。それじゃまず、その説明からします。皆さんにお渡しした黄色い箱、中にリンゴと人参が入っていますが、これはクマの餌です。リンゴと人参はクマにあげてください。それから青い箱にはお肉が入っています。これはライオンの餌です。お肉はライオンにあげてください。餌のあげ方ですが、皆さんにお渡ししたこの大きなハサミですね。これで掴んでそこに出してあげてください。動物たち順番に食べに来てくれますので、目の前に動物がいなくても餌をそこに出して待っててくださいね。あまり高いところで出しちゃうと動物たち届かないので、目の前にあるここの白いテープを巻いた手すりよりも下から出してあげてください。目の前にあるここの白いテープを巻いた手すりの下からですね、ちょっと下向きで出してあげると食べやすいかなと思います。この向きで
動物の顔の高さに合わせて食べやすいところで出してあげてください。それからこのハサミ。このハサミ、これを使って動物をつついていじめたりしないでくださいね。また餌を食べに来た直前で引っ込めるような意地悪もしないでください。拗ねちゃうとしばらく餌食べに来てくれなくなっちゃうのでご協力お願いします。そして途中バスが結構揺れます。ハサミ持ったままだと危ないので使わないときは元のように座席の下にしまっておいてください。それから残ったコップの中のつぶつぶはペレットと言います。草食動物の餌です。草食動物、皆さんの足の前に金属でできた銀色の餌箱があります。草食動物の餌場に着いたらコップの中の餌を全部この餌箱の中に入れてください。餌箱の下にある取っ手を掴んで持ち上げると外側に開きます。そうするとラクダやラマといった動物が食べに来てくれると思います。ただこの餌箱ですが外からクマがいたずらで開けてしまうことがあるんですね。危ないので荷物を持ったり足を乗せたりしないようにお願いします。でもしクマが餌箱を開いてしまったら元のように閉めておいてください。他の車や動物とギリギリですれ違います。餌箱が空いているとぶつかっちゃうのでクマが目の前にいなくなったことを確認してから餌箱を元のように閉めておいてください。また動物の健康維持のために今お渡ししたい災害のものは絶対にあげないようにお願いします。あと餌のサイズですね、ちっちゃく割ったりちぎったりせずにそのままの形であげてください。はい、餌の説明は以上です。それじゃあね、はい、本日はミニサファリパークジャングルマスご利用いただきましてありがとうございます。サファリゾーンに入る前にいくつか注意事項があるので聞いてください。まず一番大事なことは手を絶対に外に出さないようにお願いします。動物にかじられちゃったら大変なので皆さんが触っていいのは目の前にある白いテープを巻いた手すりのところまでです。その先の金網には絶対に触らないようにお願いします。それからサファリゾーンの中は動物が放し飼いで自由に動き回っています。急にバスの前に飛び出してきたりして急ブレーキをかける場合があるのでバスが動いてる間は席に座ったままでお願いします。バスが止まってる間は立ち上がってもいいですがバスが動き出したらまた元のように座ってください。それから動物たち匂いに敏感なのでバスの中で何かを食べたりタバコを吸ったりはしないでください。まずはですねバスの左側に小柄な黒いクマがいますがこれはヒマラヤグマというクマです。もともと寒いところのクマなので顔の周りにもじゃもじゃの長い毛が生えているのが特徴ですね。ヒマラヤグマはクマの中では結構ちっちゃめでこれでももう大人のサイズです。それから前方で茶色いクマがうろちょろしているんですがアメリカグマと言います。今から皆さんにはこのアメリカグマに餌をあげてもらいます。大きなものは体長が180センチくらい、体重は200キロくらいになるので近くで見ると結構でかいです。 Oh my god! Oh my goodness! それでは早速クマの餌場に入ります。 Oh my goodness! Oh my goodness! ハサミはバスが止まってから取り出してください。 止まってから止まってください。 Oh my goodness! 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 Oh my goodness!リンゴと人参をクマにあげてください。リンゴと人参、ここでダメだよ。餌がないところに出してくれないので、餌をここに出してまってください。ほらほらほら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 。リンゴと人参だって。順番に食べてくれますので餌を出して待っててくださいね。かわいい、待っててね。クマって結構白状なので餌がなくなるとさっさとどこかに行ってしまいます。クマが近くにいるうちに全部に餌あげてくださいね。うわすごいね。あともう一個ね、ボブちゃん、もう一個ある。刺してるよ。
ータがなくなるといなくなっちゃうので、かかってれば全部出して待っててください。そうそうそう、はいはい、これで全部終わった。はい、アメリカクマって生まれた時は 250g くらいしかないです。手のひらに乗るようなネズミくらいのサイズ。バスの左側、こちらもさっきのアメリカクマですね。普段はこうやってのんびりしてるアメリカクマなんですけど、運動能力はすごく発達しています。木登りがとっても上手ですし、 100m ダッシュするとなんと8秒台で走ることができます。8秒?だったら大変ですね。早っ早っ。